韓国テニスの希望チョンヒョンが世界ランキングに10位圏に初めて入った心境を伝えた。チョンヒョンは2日、自身の SNS に、僕の人生初アットマークトップワードツアートップに10位入りしました。たくさんお祝いしてください。家族、スポンサー、チーム、すべてのファンの皆さんに感謝します。 もっと高い場所へ上がれたら嬉しいです。と書き込み、世界ランキング19位の写真を掲載した。長ン,ンは2日に発表された男子プロテニスツアーランキングで、23位から19位となった。韓国テニスの歴史上最も高い順位であり、アジアテニス史上4人目のトップ20入りとなった。一方、 先月31日に韓国へ帰国したチョンヒョンは、来たる4月23日に開幕するバルセロナオープンに出場する。